コブ、ワック PKZ、VLPS 事故現場、出発地、到着地の一スキャット航空760便墜落事故は2013年1月29日に、カザフスタンの国シェタウ発アルマトイ行きの国内定期、旅客便、スキャット航空760便が、ノームの中クイズイルツ付近に墜落し、搭乗していた乗客16人、乗員5人全員が死亡した事故である。 墜落の3週間前に撮影された、自己期墜落現場現地時間11時19分、760便は国シェタウ空港を離陸した。12時、パイロットはアルマトイ管制と交信し、滑走路 23R の指定が200メートルまで低下していることを知らされた。40分後、パイロットは8000フィートまでの降下を許可された。機長は悪天候によってストレスを感じていた。 12時57分、管制官は1600メートルまでの降下を許可され、機長は降下を開始した。気象条件が回復しないため、機長はさらに苛立っていった。13時10分、180メートルの高度で、パイロットは着陸復興開始した。復興モードが起動されてから、しばらくの間、パイロットは操縦桿を操作しなかった。4秒後、 機長は操縦艦を前方へ押し込んだ。P 近くがマイナス9度になり、E グポスが作動したが、機長はさらに操縦艦を押した。機体は、毎秒20から30メートルの高下率で空港から1キロメートルのクイズイルツ村付近の地表に激突した。搭乗していた乗客16人、乗員5人全員が死亡した。事故原因を調査すべく事故発生後すぐに、 セリク・アフメトフ首相の命令により、カザフスタンのバクイドジャンサギンタイフ第一副首相が、率いる、事故調査委員会が設置された。アルマトイのマウレン・ムカシェフ副市長は墜落現場を訪れ、記者団に、暫定的な事故原因は悪天候であると述べた。また、ムカシェフ氏は、機体は原型をとどめていなかったとも述べた。2015年3月2日、 国家間航空委員会のウェブサイトで最終報告書が公表された。報告書では機体が急降下した原因は断定不能だったが着氷やウィンドシアなどの外的要因が影響した証拠は発見できなかったと述べた。また機器が故障していたという証拠も見つからなかった。マックは事故要因としてクルーリソースマネジメントの欠如や空間式失調などを挙げた。 CRJ-200UP CJ006 最終報告書 Mac 2018年1月20日閲覧ありがとうございます。